はい。どうも、皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は8月9日にフォーカストプレイヤー第4弾が登場しましたので、こちらのグレード85以上、全選手徹底解説やっております。ということで、じゃあ今回はね、パート4、えー、ごめんなさい、パート3か、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。 はい。ということで、まあ、大体このパート3が折り返し期間になるので、ここから、まあ、J1、J2 のね、ちょうど入り混じった期間になりまして、まあ、パート4、パート5ということで、まあ、J2 にね、えー、下っていくという形になりますが、 ま、ここまでね、パート1、パート2。ま、特にパート1の方はね、あの、セレクトスキル持ちの選手が全員いたりとか、ま、ピックアップの選手とかもね、いたりとかしたので、ま、結構いいなという話を当然ね、したわけですけど、ま、パート2もね、ま、この前回に上がってると思うんですけど、ま、比較的特にスキル面は結構安定した選手がやっぱ多くて、ま、フォーカスドプレイヤーはね、やっぱこういったところが結構好まれる、ま、印象があるので、ま、それ4段もね、しっかりと、ま、見えてきてるんじゃないかなというところで、ま、3段まで来てるわけですが、 まあここからね、まあさっき言った通り J1、J2 がね、入り混じってくるので評価がね、どっちかというともやっぱ J1 より J2 の方がちょっと厳しくなることもあるんでね、まあちょっと下がり気味になるか、それとも維持して結構いい限定だったなという評価で終わるのかっていうところはちょっとね、僕自身も正直楽しみなところがありますので、まあぜひね、皆さんもこの動画開いていただいたということは、おそらく評価のね、気になる選手がいたということだと思いますので、まあぜひね、その選手だけでも評価持ち帰っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。 であとですね、今回のフォーカスドプレイヤー第4弾に登場に伴いまして、タクティカル褒め、新褒めがね登場しているわけですが、こちらの解説はね、パート1の冒頭の方で、えー、行ってますので、まあ、ぜひね、この動画を見た後にでもご覧になっていただけたらなと思います。では、続きからね、早速やっていきたいと思いますが、前回は、えー、西尾選手まで行きましたね。ということで、続きですね。さあ、さあ、さあ、さあと。 はい本田選手、じゃあ見ていきましょうえ。グレード91、スピードタイプで登場してます。スキル構成がサイドの狩リうドヘディングクリア、インターセプト。チームスキルがディフェンスゴールキーパー、全パラ強化 A。ボーナスセンスがディフェンス20パアップとスピード15パアップのダブルセンス。総合値6487のディフェンスが1438というカードになっております。はい、ということで、こちらの本田選手のカードね、評点つけてお話ししていきますが、まずですね、クラチャンメン、これはね、8.5で、はい、つけたいと思います。 でリーグはね、9で、はい、つけたいと思います。ということで、まあ、8.59という評価になりましたが、まあ、見ていきますと、まずクラチャン部分ですね、前、まあ、スキルサイドの狩人ということで、まあ、これはタックルスキルの、まあ、最上位スキルですね、まあ、裏 i p 5 0ありますので、まあ、稼ぐにはもってこいですね。はい、であとインターセプトとヘディングクリアありますので、ディフェ,ィフェン種ね、しっかりと活かしながら稼げたら、まあ、なおいいかなというところで、 まあ EP つけばね、クラちゃんというところも十分に可能性は、まあ左サイドバックでもいいし、おそらくセンターバックでもサイドのカリウド出るんじゃないかなと思うので、まあセンターバックでももしかしたらね、サイドのカリウドが反応するんだったら、まあありかなという感じです。で、リーグもまあ同じような評価ですが、まあまずね、スキル構成はディフェ3種しっかり持ってて、まあエータックルね、あの発信なので、まあスキルバランスもよく、うん、文句ないかなというところと、まあ、ディフェ値はね、1438ということで、まあちょっと高い方ではなくなってしまいましたが、うん。 まあ、にしてもね、ボナセンリフェスピードというところのダブルセンサーありますので、まあ、長所伸ばしてね、まあ、サイドバックとしては全然優秀な、うん、カードだと思いますので、いいのかなと思うし、まあ、さっき言った通りサイドの下流度がセンターバックでも通用するんであれば、まあ、ディフェッチ乗ればセンターバックもなしではないかなという感じのカードに仕上がる可能性は十分にあるんじゃないかなと思います。 はいということで、まあ、ここはね、リーグクラちゃんどちらでもね、まあ、スキル構成いいので、まあ、仕上がった方で使いやすいと思いますので、まあ、できればリーグの方がいいんじゃないかなと思いますけど、まあ、ボナセン的な感じで言えばね。ということで、はい、ぜひね、使用検討してみてください。まあ、いいカードだと思います。はい、じゃあ、続きまして、2人目ですね。ここはなんと来ましたね、コンちゃんで。はい、ということで、グレード95、テクニックタイプで登場してます。 スキル構成がクレセントカーブ、コントロールトラップ、音速ドリブル。チームスキルがスタミンオフェンス強化で、ボナセンがオフェンス20%プラスと、テクニック15%プラス。総合値6896で、オフェンチが1668という数値になっております。はい、ということで、こちらね、えー、この選手もね、評価していきたいんですが、まあ、まずですね、クラちゃんはこれはそうですね、うーん、まあ、難しいな。まあ、8.5かな。はい。まあ、9でもいいかな。<laughs> 8.5、いやー、まあ8.5、まあギリ8.5、まあ9手前ぐらいの8.5と思ってください。で、リーグは9.5で、はい、評価しておきたいと思います。ということで、まあ8.5、9.5ということで、ちょっと開きがありますけど、まあ、クラチャの話からしていきますと、まあ、グレード95ということでね、ダブル A スキルになりますが、そちらがクレセントカーブとコントロールトラップ。まあ、クレセントカーブはね、裏 IP50% のカーブシュートの最上位スキルなので、これはね、まあ、発動してくれると稼ぎそうというところと、 まあコントロールトラップもね、んまあ悪くないですよね。トラップ発動したら。まあ、裏はないと思いますけど、はいえー、発動してくれれば、まあ、そこのままクレセントカーブまでいければ、ね、連動みたいなのもできるので、悪くないと思います。で、B の音速ドリブルもね、まあ、発動はまあしてくれれば、まあ、クレセントカーブのね射程距離縮めてくれるので、まあ、これもね、悪くはないんじゃないかなと思いますね。まあ、全て活かして稼げたら、まあ、十分稼ぐ可能性ありますので、EP、ま、つ、あ、けばクラチャンというところもなしではないかなと思います。 で、まあ、評価高いのはね、まあ、当然リーグの方になりますが、これはやっぱクレセントカーブが、まずね、いいシュートスキルだと個人的には思いますけどね、まあ、結構得点力もあるシュートだと思うので、まあ、持ってこいですね。まあ、こういった選手にはね。で、あとは、まあ、やっぱ、オフェチが1668あって、ボナセンがオフェテクのダブルプラスセンスと。うん、これはやっぱ長所伸ばしてるからね、いいね。で、トラップスキルあるので、おそらくテクとか関係してくるんじゃないかなと思いますので、これもね、まあ、いい要素なんじゃないですかね。 ということで、まあ、このカーブシュートをうまく生かすような、まあ、AB スキルの残りの組み合わせだったりとか、まあ、オフェッチの高さとかを見ると、得点力も十分にありそうなカードに仕上がってくれるんじゃないかなと考えると、まあ、特にね、クラブリンク反応とかね、プラスでできれば、まあ、めちゃくちゃ大きなアドになるので、まあ、使う意味はね、すごく出てくるんじゃないかなと。で、ポジション的にいろいろね、この選手できますけど、まあ、今回のカードだと一番いいのは、まあ、シャドウかなと、うん、思いますけどね。 まあシャドウか、まあ、トップ下もワンチャンありかなという感じだと思うので、まあ、ここら辺でぜひね、検討してみてください。はい、じゃあ続きまして、ここから J2 に、えー、突入ですね。ちょっと待ってくださいね。はい、ということで、えー、まずは仙台ですね。さあ、豪家選手がね、今回ピックアップできてましたね。グレード94テクニックタイプで登場してます。スキル構成がドロップシュート、タッチフェイント、ハードチェイシング。 チームスキルはスタメンオフェンス強化。ボナセンがオフェンス20パッププラスとテクニック15パッププラスのダブルセンス。総合値6776のオフェチが1669というカードになっております。はい。ということで、合、え、計、ー、選手のね、カードを評価していきたいんですが、ここはですね、クラちゃんは、そうね、うん、ドロップタッチメント、ハードチェイシング、まあ、8かな。うん、8ですね。はい。で、リーグは9で、はい、付けたいなと思います。 ということで、89評価になりましたが、まあ、9.5でもいいかな。いや、9だな。89で、ギリ9で、9.5よりの9とリーガを持ってください。ということで、えー、クラちゃんの話からしておきますと、まあ、まずね、スキル構成、前、まあ、スキル、ドロップシュート、ま、あ悪くないですね。これはね、うん、まあ、中距離シュートの代表格です。で、タッチフェイント、ハードチェイシングの B の組み合わせも決して悪くなく、まあ、ハードチェイシングでね、ある程度守備しながら稼げますし、前線からね、 プレッシャーかけて稼いだりとか、まあ、タッチフェイントでうまく相手かわして、ドロップシュートまで持っていければ実数 AB の連動みたいな感じで、まあ、稼ぐこともできますので、ハマればね、しっかり稼いでくれそうですね。うん。ということで、まあ、1P つけばクラチャンもなしではないかなと思います。 でリーグ面はね、まあ、オフェッチも1669という高い数値持ってますし、まあ、まずね、ボナセンもオフェテックありますしね、ダブルでね、まあ、これも長所伸ばしていってるので、まあ、タッチフェイントあるんでね、テクニックもね、ちょっと効いてくるんじゃないかなと、まあ、ドリブルスキルね、と思うので、まあ、決してここも悪くないかなと、うん、いうところと、まあ、ドロップシュートの威力もね、ある程度保証できますので、まあ、これ仕上がればね、結構得点力あるね、ストライカーになってくれそうなので、まあ、9とはいえ9.5よりも9.3か9.4ぐらいの9.5。 9、あ、ごめん、9.3回4ぐらいの9と思っていただければと思うんですけどね。うん。まあ、それぐらい印象は悪くないかな。むしろいいんじゃないかなというところで、えー、抑えていただけたらなと思います。まあ、一応ドロップシュートなので、ウィングとかもできなくはないんですが、まあ、一応 CF が一番いいかなと思いますので、まあ、ぜひね、ここら辺で使用検討してみてください。じゃ続きまして、4人目の選手ですね。 えー、藤山選手が。はい。さあ、今回、グレード91のテク、えー、スタミナタイプで登場してます。スキル構成がダイナミックインターセプト、ハードタックル、ヘディングクリア。チームスキルはミッドフィルダー、全般強化 A。ボーナスセンスがディフェンス20パーアップと、スタミナ15パーアップのダブルセンス。総合値6491と、えー、ディフェンスが1321というカードになってます。はい、ということで、今回の藤山選手のカードね、クラチャンリーグともに評点つけていきますが。 クラちゃんはですね、うんまあ、これは8、うん、8かな。はい。で、えー、リーグはそうね、これも8.5ですね。はい、つけたいなと思います。ということで、まあ、8、8.5という評価になりましたが、まずクラちゃんの話からしておきますと、まあ、スキル構成ね、まあ、大事なところ、スキルはダイナミックインターセプトということで、パーフェクトスティールの上位スキルで、裏 EP が30%ありますと。まあ、これ主体で稼げそうですね。うん。 で、ハードタックル、ヘディングクリアというディフェ3種持ちなので、まあ、守備しながらしっかりと、まあ、特にスティールが絡めば稼げるなという印象です。まあ、ボナス EP とかついてないのでね、ちょっと8.5までつけにくかったですけど、まあ、8、まあ、8.5よりの8ぐらいで、うん、抑えていただければ、まあ、EP つけばクラチャンというところも、まあ、ここもなしではないかなと、まあ、スキル構成は安泰かなと思います。で、リーグはね、8.5。まあ、これはね、まあ、ディフェッチの基礎値が1321なので、ちょっとね、え評価9つけにくかったんですが、 まあ、ボナ戦もディフェンス,スタミナのダブルセンス、まあ、長所伸ばすね、ダブルセンスありますし、まあ、こことかで、まあ、うまくね、ディフェンスの数値カバーとかしていけば、まあ、いいカードには当然なってくると思うんでね。まあ、た、基礎値が低いので、標的には8.5で止まりましたけど、まあ、スキル構成もね、ディフェスアンス3種持ってるので、まあ、ボランチでもいいと思うし、CMF でもいいと思うし、まあ、なんなら右サイドバックでも全然いいと思うので、 ま、適正どこでも、うん、ま、いけるんじゃないかなと。ま、あ、当然能力値磨けばね、あの、強いカードに変貌すると思いますので、ま、ぜひ、あの、いい素材持ってる人とかは積極的に狙っていっても面白いんじゃないかなという一枚だと思います。はい、ということで、ここもね、ま、能力値若干他の選手に比べるとやっぱ低めですけど、ま、あ、使用ステータスディフェイね。うん。ま、ここさえ気にならなければ、ま、そんなに対して、ま、ネックのになるところもないと思うんで、ま、ぜひね、強化して使えるなと思った人はぜひね、リーグクラちゃんと使用検討してみてください。 はい。じゃあ続きまして、いわきですね。はい。ここは石田選手がグレード88ですね。バランスタイプで登場してます。スキル構成が空中性の支配者ハードタックルパスカット。チームスキルはディフェンスゴールキーパー全パラ強化 A。ボーナスセンスがディフェンス20%アップ。総合値6146のディフェンチが1592というカードになっております。はい。ということで石田選手のカードね、こちら評価していきたいんですが、ここはですね、クラちゃんはそうですね、まあ7ですかね。うん。 まあ、リーグはですね、これは8。えー、8でいいのかな ?8.5 でいいのかな ?8.5 で、はい、つけたいなと思います。ということで、えー、7、8.5かなという評価になるかなと思いますが、まあ、クラチャン面から話していきますと、まあ、A スキルね、うん、空中戦の支配者。まあ、これはね、稼ぎやすいとは言えないんだけども、一応上位スキルで裏 IP30 あるんで、まあ、空中戦が出るような展開になれば稼げる可能性ありますね。はい。 で、ハードタックルパスカットね。まあ、ここはディフェ3種しっかり持ってるので、まあ、ここは悪くないかなというところで、まあ、主にハードタックルと空中戦が絡めるようなね、試合になれば稼げなくはないと思うんで、まあ、ただちょっと安定感に欠けるとかあるんでね、評点は7で止まりましたけど、まあ、そこが期待できると思う人は EP つけてクラちゃんというのも悪くないかなと思います。で、まあ、リーグ面ね。ここはね、ディフェ値が高いし、両サイドバックできるということで、今後ね、石田選手のカード非常に楽しみになるようなね、適正ポジションになってるわけですが、 まあそうですね。能力値は正直文句ないですね。1592のディフェチャーって、ボナセンディフェあると。で、ただスキルの先に言った通り、順番が空中戦が A なので、まあどうしてもね、タックルパスカットがね、BC になるので、ここでやっぱスキルグレードのね、若干低さっていうのが、まあネックになる可能性はあります。ただ、まあ使うんだったら、まあボナセンディフェもあるし、それ以外のところでディフェ乗せたりとかして、硬さがついてくれば、このタックルとかパスカットの精度も上がってはくるので、まあ使いやすくはなるんじゃないかなと思うので、 まあ、いわきのクラブリンクとかね、使ってる人とかを中心に、まあ、そのクラブリンク反応とかうまくさせたりとか、キラとかでね、うまく能力値上げつつ、まあ、ディフェンチも上がってくれば、起用、起用の可能性というのは全然出てくるかなと。まあ、ただそういった条件にない人からすると、ちょっと起用は、他の選手のスキルのいい選手とかと比べると、ちょっとスキル負けしちゃうかなという感じがしますので、まあ、そこをどれだけ仕上げれるかというのは、一つの、まあ、リーグで使えるかどうかというところの、あの、境目に、まあ、なってくるかなとは思います。 はい、ということで、まあ、スキルのね、まあ、順番でちょっとあれですけど、うんまあ、スキルの組み合わせは別に悪くないんでね、まあ、その組み合わせの悪くなさを生かせるぐらいの仕上がりができるんであれば、まあ、ここはチャンスあるんじゃないかなと思いますので、そこをね、見ながら検討してみてください。では、今回の動画、最後6人目ですね。はい、水戸ですね。ここは松原選手が。はい。はい <laughs> はいということで、松原選手ね、グレード86、パワータイプで登場してます。スキル構成がシュートセーバー、制空権の掌握、後方からのロン、えー、フィードですね、すいません、後方からのフィードです。チームスキルはディフェンスゴールキーパー、全パラ強化 A、ボーナスセンスがパワー20%アップ、総合値5951のディフェンスが1586というカードになっております。はい、ということで、えー、松原選手ね、ご覧の通りのカードとなってますが、表点はですね、ここ、クラちゃんが、んー、ま、8かな。はい リーグは8.5で付けたいなと思います。はい。ということで、ここ 8, 8.、8.5という評価になりましたが、まずクラちゃんからね、見ていきますと、まあ、A スキルね、シュートセーバーしっかり持ってますね。ここはいいことだと思います。で、あと B に制空権、C に後方からのフィードということで、 まあ、エアウォール系持ってるんでね。まあ、そこからの、まあ、防ぎながら稼ぐこともできるし、まあ、シュートセーバーでキャッチしたりとかね、まあ、ゴールキックからの、まあ、フィードというところの発動もできるので、まあ、実質ね、そのシュートセーバーからの流れがあると、まあ、AC 連動みたいな感じで稼げなくはないんでね、ここはプラスでちょっと、まあ、持ってくるぐらいの気持ちで稼げるので、まあ、EP つけばクラチャもなしではないと思いますけどね。うん。まあ、そこでまとめて稼げたらいいかなという感じです。で、リーグ名はね、 まあ、ボナセンディフェアあったら、まあ、9ぐらいつけてもよかったかなっていうね。まあ、正直8.5でもちょっと高く見たぐらいじゃないかなと。まあ、ギリ8.5かなっていうぐらいで見ましたけど、まあ、ディフェッチの基礎値はね、1586ということで、まあ、決して悪くないので、うん。まあ、ここもまあ、クラブリンクとかキラーとかうまく絡めながら、かつ、 まあ能力値で他のね、3センスとかでディフェあげたりとか、スキル強化つけたりとかできれば、まあ守護神という座も、まあ、なくはないかなと思いますが、まあちょっとボナ戦がディフェない分とかね、まあそのある選手に比べたらやっぱちょっと劣ってるように見えるんですけど、まあそこをうまくカバーできれば可能性があると思って、ぜひね、そういった素材とか、いい素材持ってる人とかね、そういった人はぜひ、はい、ここも検討してみてください。 はい。ということで、松原選手のカードね、評価以上となりまして、まあ、シュートセーバー持ってるんでね、まあ、最低限の活躍は、まあ、保証されてると思いますので、まあ,あ、とはこれをどれぐらい磨けるかというところでね、生命線になってくると思いますので、まあ、ここに自信があるね、カードを持ってる、まあ、すでに外で持ってる、まあ、仕上げる気があるという人は、ぜひね、使用検討してみてください。はい。ということで、今回6選手終わりましたので、パート3は以上となります。まあ、J2 に入ってはきましたけど、比較的、まあ、そうですね、まあ、悪い、めちゃくちゃ悪い評価を下す選手とか、まあ、いなかったかなという印象ですね。 まあ、ここもね、ピックアップ2人入ってきてたりとかして、若干有利なパートにはなったかもしれませんが、まあ、それにしてもね、うん、まあ、スキル構成とか結構安定してる選手多いなということで、まあ、やっぱりフォーカスドプレイヤーをね、箱で狙うという風になると、まあ、結構狙いやすい。まあ、今回も、え今のところ3段見た感じでは狙いやすい。まただポジションのね、まあ、ばらつきとかあると思いますけど、まあ、特に守備陣とかは、まあ、ガーディアンと合わせてね、狙いやすいのかなというところで、まあ、よりね、守備補強環境が来たと思っていいんじゃないかなというぐらいの感じは見受けられるかなと思います。 ということで、じゃあ今回のパート3以上となります。まあぜ、えー、これからのね、パート4、パート5、もしくは前回のパート1、パート2をね、ぜひよかったらご覧になってみてください。では、ご視聴ありがとうございました。この辺で失礼します。バイバイ。